触手間動物、または触手動物は触手間と呼ばれる独特の構造を持つ無脊椎動物の総称で、ソ食動物、放棄シ動物、外ウ動物の三群を含む。この三つを綱として含む門とみなされたこともあるが、その位置づけには疑問が投げかけられており、三群をそれぞれ独立の門とする見解が一般的である。三大切性動物あるいは、 品体節制動物と呼ばれることもある。湾速動物の化石。経過した触手感が残っている。外行動物の中に一部炭水産のものがいるが、他は全て海産である。いずれも低性生物で生漢や殻などの中で生活する。放気虫動物も触手感動物の一員である。触手感動物は触手動物と呼ばれることもあるが、 触手そのものはこの動物群以外にも見られる。この動物群の最も顕著な特徴は触手感である。これは触手の生えた突起であり口を囲むが肛門はその外側にある。その内部には体鼓がある。また触手には繊毛が生える。触手感の機能は細事である。触手表面の繊毛が起こす水流は外部の水を触手感の輪の中に取り込み、 食種の隙間から流れ出ていく。食種間動物はこの過程で水中の粒子を捉え餌とする。類似の構造は内向動物や反作動物の翼えらず何も見られるが細部に違いがある。まず内向動物では口だけでなく肛門も食種の輪の内側にある。そして水の流れは食種間動物とは逆で水流は食種基部の隙間から 輪の中に入り、触手の先端側から流れ出る。翼いラルイでは、水流の方向は同じだが、触手の輪は口を完全には囲まない。触手間動物の生態は三節構造を示す。すなわち、体は前からだ、中体、あと体の三部に分かれる。触手間は中体から生じる。全体は縮小して、工場突起になるか、完全になくなってしまうこともある。 大部分の臓器はあと体にある。体外に殻や生管、虫質を作って固着生活を送ることに適応した U 字型の消化管を持つ。すなわち、肛門が口と同じく外側に向かって開くので排泄物は住処の奥に溜まることなく、触手管が起こす水流によって速やかに流れ出していく。伝統的に触手管動物は、 信仰動物に属する単一の分類群であると考えられていた。しかし、研究が進むにつれて、触手間動物が信仰動物であるとする考え、三つのグループが単系統群になるとする考えの両方が疑問視されている。左右相称動物は、生態の口が発生過程で生じる腹口に由来する、休校動物と、そうでない新興動物に二分される。 食脂肝動物のうち、腕足動物と、外行動物の口は腹口に由来しない。また、三体部性の体制や、放射乱活、超体抗由来の体抗などの特徴も、他の進行動物と共通するものである。そのため、進行動物に含むとされることが多かったが、基賃質を持ちシアル酸を持たないなどの、急行動物的な特徴も持つため、異論もあった。 分子系統学の研究は、触手間動物の三群を急行動物、その中でもィン動物と呼ばれるグループに含めることを指示している。はじめは1 8 s スリボソーム RNA の塩基配列を用いて推定されたものだが、他の細胞核遺伝子やミトコンドリア DNA による研究も同様の結果を指示した。少なくとも、外高動物と湾速動物はィン動物に、 特有のホックス遺伝子を持つことも確認されている。一方で、触手間動物が、進行動物の形態的、発生的特徴を持つのもまた事実であり、それを重視して、触手間動物を進行動物に含める意見もあるが、それらの特徴は、左右相性動物の祖先形質あるいは、修練進化によるもので、系統を反映したものではないと考えれば、形態の知見は、 分子系統学の結果と必ずしも矛盾しない。触手間動物の三群は互いに禁煙で、単系統群になると考えられてきたため、単一の門あるいは長門にまとめることが提案されたこともある。しかし、分子系統学や形態の再検討の結果、触手間動物は単系統群ではない可能性を示唆している。三群の中でも特に外行動物は、 18A スリボソーム RNA から他の2群とは系統的に離れていると推定されている。形態的にも外行動物の発生過程や触種の形態は他の2群と異なることが指摘されている。外行動物を除く2群、すなわち湾足動物と放棄シ動物は禁煙であると推定する研究が多いが詳細は不明確である。 ワンソク動物とホウキムシ動物を腕動物にまとめること、ホウキムシ動物をワンソク動物門の一アにすることなどを提案する意見もあるが、ホウキムシ動物よりもも形動物あるいは関係動物の方がワンソク動物に近いと推定する研究もある。ありがとうございます。